こんにちは。今日は、こんなテニスウェアでエアガンシューティングに、来ちゃってます。本当はこうやってテニスした方がいいのかなって思うんだけども、やっぱりエアガンの練習をしちゃおうかなって思います。ちょっと短くてね、舌が、覗かれちゃうとドキドキなんだけども、そのドキドキを克服しながらシューティングしていきます。はい、では始めていきます。先日の、プライベートマッチでちょっと思うような結果が残せなかったんですけども、やっぱ前半にちょっと緊張しちゃうっていうのがあって、ちょっとそういうのを、ちょっと克服していかなきゃダメなんだなって思ってるんですけども、やっぱりちょっとこう、気分が、上がってってる状態を作るのがいいのかなと思って、今日もこうやってね、気分が上がるような、スタイルで、打ってみようかなって思います。はい、では、始めていきます。ファースト、3秒ちょうど、3秒切りたいな。はい、セカンド、3秒03、もっと上げていこう。はい、はい、2.90、こんな気分だな。はい、フォース、2.81。 なんかちょっと分かってきたような気がするよ。はい、ラスト、2.88 でした。いい感じ。はい、いきます。ファースト、3.17。これくらいなのかな。はい、セカンド、思わず急な字、3.17。はい、サーブ、今のはダメ、5.04。これを消していくよ。はい、フォース、3.16。はい、フォース、あ、ラスト、3.06。3.06 まで来たから、もうちょっといけるかもしれない。とりあえず、今回はこんな感じです。はい、次はどのステージです。今度は、後ろからのギャラリーの視線を感じながら撮ってみたいと思います。ちょっとローアングルでね、エッチな視線を感じながら、打ってみたいと思います。では、いきます。ファースト、2.84。はい、セカンド、
2.89。 はい、サード。2.87。 よし。はい、フォース。 2.84。 OK。 よし、じゃあせっかくだから、オールクリーン目指します。 やっぱり気負っちゃった。はい、以上です。はい、次は金のステージです。これは、ちょっといつもハマりがちなので、確実に打っていきたいと思います。はい、ファースト。 3.09。 はい、セカンド。3.21。 しょうがないな。はい、サード。 3.14。 はい、フォース。 3.20。 はい、ラスト。ラスト 3.47 でした。はい、では次ラストステージです。はい、ラストは、水のステージです。これは結構打ちやすいんだけども、はまらないように気をつけて打っていきます。ちょっとマガジン温めてたんだけど、よいしょよいしょ、ちょっと温まってきて、もう本当にね、寒くてちっちゃくなっちゃう。はい、ファースト。 3.04。 ちょっといまいちかな。はい、はい、セカンド。2.91。 はい、サード。 同じ 2.91。 じゃあもう一個温めてるからそれを出して、はい、ではフォース。 2.85。 はい、ラスト。 はい、2.91 でした。はい、以上です。はい、今の結果です。トータルで、59.81、できました。ちょっとやっぱり、ドキドキ作戦、成功なのかなって思うんですけども、あんまりこんなエッチなことばっかやってたら、ちょっと怒られちゃうんで、まあやっぱりちょっと気分を少し、テンション上げるのもまた、いい作戦なのかなって思いました。ちょっとあんまり、テンション上げすぎちゃうと後が困っちゃうのかなっていうところもあるのかもしれないけど、はい、今日はそんな感じでした。はい、それでは、また、ちょっとね練習を積んでいって、本番でも、同じようなタイムが出せるように頑張りたいと思います。それではまた。